皆さん、こんにちは。11月3日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。11月3日、穏やかな秋の1日です。この日の誕生花は、多くの方に親しまれているカモミールです。カモミールと聞くと、多くの方がリラックス効果のあるハーブティーを思い浮かべるかもしれませんが、実はそれだけではない、カモミールの多面的な魅力に迫ります。この小さく愛らしい花が持つ花言葉、原産地、学術的特徴、そして思わず誰かに話したくなるような面白いエピソードをご紹介します。カモミールの世界に少し足を踏み入れてみましょう。カモミールの花言葉は忍耐や回復です。緩やかな癒しと安定の象徴として多くの文化で重宝されてきました。その柔らかな香りと穏やかな色合いが心を落ち着かせ、内面の力を回復させることを示しています。カモミールはヨーロッパを中心に分布しているキク科の植物です。特にドイツカモミール MABRICARIACHAMOMILLA とローマンカモミールカメメメンノービールの2種が有名で、それぞれ異なる地域と特性を持っています。ドイツカモミールは野生種が多く、一方のローマンカモミールは栽培種としてより一般的です。学術的にはこれらの植物が持つ抗炎症、鎮静効果が注目され、民間療法やハーブティーとして古くから使用されています。カモミールには驚きのエピソードがあります。例えば古代エジプトではカモミールが太陽神ラーの治癒力を象徴する草とされ、ミイラを作る際の薬草としても用いられました。またヨーロッパの伝承ではカモミールが魔除けのハーブとして家の入り口や窓辺に植えられることがありました。不思議な力を秘めたハーブとして古くから人々の生活や信仰に深く根付いているのです。本日はカモミールという小さな花が秘める大きな力と歴史についてお話しました。忍耐と回復の花言葉が示すように、このハーブは私たちの心と体に穏やかに作用し、内なる力を養う手助けをしてくれます。古代エジプトからヨーロッパの民間伝承まで、カモミールは様々な文化で重要な役割を果たしてきました。その驚くべき歴史や多様と性、そして何よりもその優しさと力強さは私たちにとって大きなインスピレーションとなります。カモミールの話を通じて、私たちは自然が持つ豊かな恵みと古くからの知恵を再発見できたのではないでしょうか。今後カモミールの香りを感じた時は、その深い歴史や力を思い出してみてください。そうすることでより一層その癒しを感じることができるはずです。最後までご覧いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日が素敵な一日になりますようにお祈りいたします。